何かと私を見下す発言をするクソ乙女の勤める式場で結婚式をすることになってた。入籍済み。ドレス選びしてる時に呼んでもないのに来やがった。仕事しろよ。これ、清楚でクラシカルで素敵。と言った私に、清楚でクラシカルって柄じゃないでしょ。って大笑いされた。なので、お偉いさんに、そちらの従業員に、失礼な物言いをされたので、こちらでは式を挙げたくありません。と、それが義士とは言わず、クレームだけつけてキャンセルした。まあ、わかるだろうけどね。旦那ととめさんが、ぜひって言うから、ことめは、口出しをしない約束でそこにしてあげたのに、口出しするからだ。恥をかかされたとかはめいてたけど、恥をかかされたのは、とめさんと旦那だよ。二人には、その場とキャンセル時に、超謝られたけど、顔に泥塗られた感でかわいそうだった。私が言うことじゃないけど、プランナーさんも慌ててたよ。てか、他にも、人いるのに、よく制服でそんなこと言えるな。プランナーさんはいい人だったから、悪いことしたけど、後悔はしてない。どうせ、ガサツで新し物好きの嫁ですから、クレームもガサツにつけさせてもらいましたよ。キャンセル料は、まだそんな高額じゃなかったけど、うとめさんが払ってくれたよ。とめさんが、私が勧めたのが悪かった、って。旦那が出そうとしたんだけど、とめさんが、それは、結婚生活で使うものだからって。うとめはいい人たちなのに、ことめはなんであんななんだろう。あ、クレームでのキャンセルなのに、キャンセル料取られるかどうかって話？最初、私が払うつもりだったから。クレーマーだと思われたくないので、キャンセル料は絶対支払います。一生に一度の、一番幸せな瞬間を、この式場であげたくないだけなので。って言って、ゴリ押しして払った。グッジョブもらえて、ちょっとすっきりした。ありがとう。ことめはまだ働いてるよ。っていうか今週の話だから、やめるにしてもまだだと思う。